はい、どうも、小町親翼です。でね、水道機構の係長の計り知れない給料について語ります。ただいまね、リアルな共鳴最初、集めたものを再生リストに並べてますので、動画説明欄に URL 貼ってますので、よければそちらからお尋ねくださいませ。では、いきます。基本給が27万7千円、時間外手当が2万9千円、家族手当が1万3千円、役職手当が5万4千円、通勤手当が1万円で、月収が38万3千円ですね。賞与が年間2回で139万1000円。年収が、673万3千円となってます。こちら、年収サイトと有価証券報告書よりですね。はい、終わります。